こんにちは、レプト兄弟です。本日紹介するのはこちら、セイントクロスマイスエクレウス翔子になります。ちょっと待って、レフト以前エクレウス翔子はレビューの方してなかったっけ？実はしてるんすよ。ちょうど3年ぐらい前にレビューの方させてもらいました。ただ3年前なんで、今動画撮ったらまた違ったレビューができるんじゃないかなってことで、今回動画撮らせてもらってます。ただ普通にはレビューしねえっすよ。じゃあ翔子の方はちょっと横置いといて、今回はね、こちらの方、翔子のお姉さん京子の方、まだレビューはしてないんですけども、ちょっと見て、エクレウスクロス強化パーツっていうのが入ってるんですよ。こんな感じかな。まあ、今回はこちらのクロスに変えながら、こちらの翔子の方をレビューしていきたいと思います。じゃあ改めてね、箱の方から見ていこうか。セインティア翔、確か3年前なんで、アニメが放送されてた時にこのマイスも発売されたのかな。まあ、文面から見てみる。運命にあがない戦え、燃えろエクレウスのコスモ。翔子かわいいよね。で、横の方は、見てよ、このポージング。俺にはたまんねえぜよ。このポーズはすごくかわいいな。反対側はオブジェ形態。で、裏の方が、まあ、エクレウス流星剣かな。顔の表情パーツも全部で3種類あります。まあ、以前レビューしてるんですけども、今回は改めて見ていきたいと思います。はい、開封しました。ブリスターケースは全部で2つ。今日も1個ずつ見ていこうか。あ、ちなみに横の方に置いてあるのが、こちらがエクレウスの強化お姉ちゃんの方に付属していた強化パーツ。一緒に置かせてもらいました。まあ、1個ずつ見ていくと、こちらはオブジェ素体のパーツかな。このあたりがクロスになりますね。1個目はこんな感じ。2個目がこちら。見て見て、俺の証拠は、胸部パーツが別で付属していたんですよ。いやー、これはかなり嬉しい仕様だな。俺の股間がライトニングプラス。では、翔子の方に、エクレウスクロス、それこそ今回は強化パーツの方、装着していきたいと思います。まあ、ノーマルのクロス装着レビューは以前動画の方でしてるんで、今回はサクっていくっすよ。まあ、その前に、改めて翔子の顔見てみる。すごくクオリティ高いんだよね。これはマジ可愛いよ。まあいいか。まずは足の方から装着していこうか。既存でついている足の方は一度外させてもらいますね。そしたら、スニャーマーになるんですけども、スニャーマー見て、二分割式になってるんですよ。上はダイキャスト、下はプラ製ですね。これはあらかじめ装着した状態ではめ込んだ方がいいかな。じゃあ、こちらに差し込んだら、足の方を元に戻させてもらいますね。これで片足装着しました。反対側もどうする？もう一気に行っちゃおっか。じゃあ、反対側も取り付けちゃいますよ。これで両足装着しました。次は腰アーマーですね。で、今回腰アーマー強化パーツに変えないといけないということで、一度クロスの方は分解させてもらいます。まずは正面外します。そしたらサイド部分も外させてもらいますね。反対側も取ってしまいます。ここで一度このフリル部分っていうのかな、この部分は外させてもらいますよ。非常に硬いな。これかなり硬い感じがしますね。あ、外れた外れた。これは必要ないんで、こっちに避けておこうか。そしたら、このフリル部分をこちらに取り付けてと。はまったかな。これで片側終わりました。反対側も同じようにやっていこうか。フリル部分を腰アーマーの両サイドに取り付けさせてもらいました。そしたら、先ほどの腰アーマーの本体の部分にはめ込んで取り付けますねと。はまったかな。反対側も同じようにはめ込みますね。これで強化パーツの腰アーマーが完成したかな。そしたら後ろ側がヒンジになっているんで、ヒンジを開きます。ヒンジを開いたら、これもいつものセイントクロスマイスと同じですよね。素体の溝のところ、腰アーマーの内側に突起が出てるんで、こちらにまずは差し込むんですよね。ヒンジの方、元に戻します。ヒンジを戻したら、先ほど外した正面部分をはめ込みますと。これで腰アーマーの方装着しました。次は胸アーマーいっちゃった方がいいかな。じゃあ、万歳のポーズとっておきます。頭部の方はちょっとかわいそうだけど、一度外させてもらいますね。で、こちらが胸アーマーになります。正面部分を強化パーツに変えたいんで、一度外させてもらいますね。正面取ります。そしたら、後ろの部分がヒンジになってるんで、ヒンジを開いたら、はめ込みますね。ただこのヒンジを閉じる前に、エクレウスのクロスは首のパーツがあるんで、こちらを先にはめ込んでおいた方がいいんですよね。じゃあ首の方に通して、こんな感じでいいかな。ヒンジの方を元に戻
戻させてもらいます。ヒンジを戻したら今回の強化パーツの胸パーツ、こちらをはめ込みますと。どう、形状変わった？あんまり変わってねえような感じがするんだけど、このあたりに赤いラインがついたぐらいかな。まあ細けいことはいいか。そしたら腕アーマー装着の方をやっていきたいと思います。既存でついている手首の方は一度外させてもらいますね。で、手首の交換パーツなんですけども、もうここでいっちゃうよ。握り拳の状態と指が伸びた状態、こんな感じかな。それと構えの手首ですね。まあこちらの手首パーツは必殺技を再現するときに使えるんじゃないかな。腕アーマーの方差し込みますね。今日も握り拳の状態取り付けさせてもらいますね。これを取り付けたら反対側も同じように差し込んで握り拳の状態を取り付けさせてもらいますねと。これで両腕アーマー装着しました。次は肩アーマーなんですけども、こちらがノーマルのタイプで、今回取り付けるのがこちらの強化版。形状は一本ラインが入った感じですよね。まあノーマルの方は一度避けておきます。取り付けなんですけども、胸アーマーに引っ掛けるタイプかな。これは非常に簡単なんじゃないかな。綺麗にはまりましたね。反対側も同じように引っ掛けます。これで肩アーマー装着しました。じゃあラストは頭部になります。で、頭部なんですけども、今マスクを外した時の髪型なんで一度分解させてもらいます。じゃあ前髪とこの中の部分が必要なんだよね。じゃあこちらをバラしたら、こちらがマスクを取り付ける用の髪型。先に表情を取り付ける前にマスクの方はつけちゃった方がいいかな。マスクの内側に突起が出てるんで、髪型の溝のところにまずははめ込むんですよね。はまったかな。分割したこちらの髪型の方に正面部分をはめ込みます。で、ここ前髪が下に出ているんで、ここを通しながら差し込んではめ込む感じかな。後ろ髪の方も元に戻しますね。これで頭部の方が完成しました。ここで俺やらかしてる。見て見て、強化版のエクレウスクロスは左手は強化パーツがあったんだよ。これそのままノーマルつけちゃったな。じゃあこちらの方変えようか。いや、やらかしたよ。じゃあこの左手パーツ強化版にして、握り拳のパーツ元に戻しておこうか。結構ごつくなった感じかな。そしたら頭部の方を元に戻して、これでエクレウス証拠強化版完成しましたね。エクレウス証拠強化版完成しました。強化クロスになった証拠もこれまた可愛いよね。そもそもこのエクレウスの証拠のセイントクロスマイス、クオリティが非常に高いんですよ。女性キャラクターの中でもかなり上位に来るんじゃないかな。すっごい再現度、劇中のイメージよく出てんな。まあ今回変わった点になるんですけども、腰アーマーの両サイド、こちらが強化されました。まあノーマルの方はこんな感じ、形状が若干変わりましたね。で、腕アーマーなんですけども、左手だけになるのかな、かなりごつくなった感じです。まあちなみに腕のパーツは左手だけ強化された感じかな。で、正面の胸アーマー部分になるんですけども、まあノーマルの方を出しますよ。どう、そんなに変わった感ないよね。肩アーマーなんですけども、ここにラインが1本入った感じかな。形状的には特別変化ないっすね。まあそんなに大幅な変更点はないんですけども、こちらの強化版っていうのもこれまた俺には刺さるな。後ろの方はこんな感じ。後ろ姿は変化があんまりよくわかんねえな。まあセインティア賞かなり賛否の分かれる作品になるんですけども、俺は好きだな。この腰アーマーの下のフリフリ感、このあたりがね、俺的にはすっげー刺さるんすよね。どうしてもこうやってちょっとやりたくなってくるんだけど、このあたりにしときましょうか。それで安定感の方なんですけども、スタンドがなくてもしっかり自立できる感じかな。ちなみにどうだろう、足の方を閉じてみると、足を閉じちゃうとどうしてもね、足の部分がヒールになっているんで、このあたりはスタンドが必要になるかな。まあいいポジションに持ってくれば、安定させることはできますね。では気になる頭部の方、拡大して見てみたいと思います。こちらが頭部のアップになります。顔の表情、クソ可愛くね。劇中の証拠まんまだよ。で、ちなみに今ノーマルの表情がついているんですよね。
これとは別に顔の表情パーツ別で2つありました。こちらの叫びの表情と笑みの状態、俺個人的にはこの笑みの表情がすごく刺さるんだよね。まずは試しに叫びの表情に変えてみようか。こちらが叫びの表情になります。この顔もすごく可愛いな。この叫びの顔にするとどうしてもエクレウス流星拳って感じでポージング撮りたくなりますよね。ではもう一つの笑みの表情に変えてみたいと思います。こちらが笑みの表情になります。すごくいいよ、最高に可愛いよ。まあ僕個人的にはやっぱこの笑みの表情が一番ぶっ刺さるかな。はい、元の位置に戻しました。今回翔子をレビューしてるってことで、俺劇中の翔子一個再現したい姿があるんですよ。ということでプチ魔改造でいろいろ作らせてもらいました。こちらの方法を使って俺好みの翔子再現してみたいと思います。エクレウス翔子私服バージョン完成しました。私服バージョンの翔子っていうのを今回魔改造で再現させてもらいました。まあ魔改造と言ってもね、そんなにいじってはないんですよ。あ、ちなみに横の方にはオブジェ形態、今回の強化版でオブジェ形態の方を組み上げてあります。オブジェ形態も結構コンパクトな感じでかなりいい感じなんですよね。まあ気になる私服版の翔子の方を見てみる。これなんですけども、足の方はしっかり靴履いてますね。で実際劇中ですとスカートではなくて短パンなんですよ。まあ、今回ね改造めんどくさくなってきちゃってスカートの方で再現させてもらったのかな。ちなみにわかります、これ、まあ、わかる方はわかるんじゃないかな。フィギュアライズスタンダードのドラゴンボール人造人間18号のスカートをそのまま使わせてもらってるんですよね。後ろの方はこんな感じで、上着のタンクトップ、これはね俺が適当に作らせてもらいました。でね、結構めんどくさかったのがね、この髪型なんだよ。髪型なんだけど、翔子はクロスをまとう前はこういったポニーテール姿なんですよね。こちらはパテの方で再現させてもらいました。ちょっと広げるか、まあ、あんまり広げちゃうとねおパンティの方が見えちゃうんでね、まあおパンティと言ってもまあ見しちゃうとアンダーウェアそのままになるんだけど、で髪型の方なんですけども、前髪部分っていうのはこちらのノーマルのマスクをつけない状態、こちらの前髪の方を軽く流用させてもらいました。後ろの方は完全に作った状態ですね。フィギュア素体の顔の表情が完璧なだけに、まあ割と遠目だったらよく見えんじゃないかな。まあオブジェ形態の方を見てみる。こちらがオブジェ形態、綺麗にまとまってるよね。劇中のエクレウスクロスがしっかり再現されてるんじゃないかな。オブジェ形態もなかなか満足できますよ。でここで流用させてもらったパーツがあるんですよ。手首パーツ見てください。パーの状態、これはどうしたの、あと靴なんかどうしたの。実を言うとフィグマのこの子のパーツを流用させてもらいました。これね、外してみたら綺麗にこのマイスの女性キャラクターの素体にはまったんですよ。このあたりはこのフィグマのフィギュア何でもいいと思うんですけども、取り付けが可能でしたね。まあそういった形でこちらの方再現させてもらいました。実を言うともうワンバージョン今回魔改造で作らせてもらったものがあります。こっからは完全に私レフトの好みになるんですけども、ではそちらの方に移っていきたいと思います。エクレウス翔子水着バージョン完成しました。もう完全に私レフトの暴走魔改造になります。まあせっかく作ったんで見ていこうか。まあ水着なんですけども、一応ビキニスタイルにさせてもらいました。もうカラーの方も夏が近いってことでスカイブルーの方で塗装させてもらってます。実を言うと腹の部分と胸の部分、まあ実際元の素体ですとこういった状態でアンダーウェア色で塗装がかけられてしまっているんですよ。これは困ったってことで急遽パテの方で複製させてもらい、若干胸の方も形成させてもらって削り出しかけたのかな。サイズ感どうすか。まあ翔子なんでね、そこまで紙ボディにしなくていいかなってことでこんな感じ。まあ俺的にはこのサイズ感が、まあいいや、このあたりにしとこうか。で下のパンツになるんですけども、急遽この布の方を付けさせてもらってるんですよ。まあ実を言うとね、ちょっと上上げますよ。アンダーウェアのカラーリングが出ちゃった。
パンツのサイズがねちょっと違うんすよね。これを隠すために急遽このフリル的なものを布で作らせてもらいました。これをつけちゃえば、まあ、水着っぽい感じは出るんじゃねえかなってことでね、後ろの方はねすっげえ雑っすよ。まあこの辺りのブラもねしっかり止まってね、まあこの辺りはねご勘弁ください。まあ基本的に見せるのは正面なんでこの辺りでいいんじゃねえかな。可動フィギュアになるんでいろいろな可愛いポージングも再現できるんじゃないかな。で今水着ってことで髪の毛の方はポニーテール状態の方にさせてもらってるんですけども、通常の髪を下ろした状態でも割といいんじゃないかな。ちょっと変えてみる。髪を下げた状態、まあ標準でついていた髪型の方に変えてみました。まあこの証拠も割といいんじゃないかな。これは完全に私レフトゲスの魔改造になります。まあどうだろう、遠目で置いてけばそれなりに感じは出るんじゃないかな。今回紹介させていただきましたセイントクロスマイスエクレウス証拠の強化版、今回は強化版ってことでレビューの方させてもらったんですけども、一個難点、こちらの強化版はここにいるお姉ちゃんがないと再現ができねえんだよね。俺的には強化版のクロスだけ別売りで発売してくれればよかったんじゃねえかなって思うんですけども、まあそこはバンダイさん、そう簡単にはいかねえかな。でも俺的にはノーマルの状態でもフィギュアとしてのクオリティは非常に高いと思うんで、まあ特にこの顔はクソ可愛い、かなり満足できるんじゃないかな。まあ今回はねいろんなパーツを作らせてもらってかなり脱線してしまったんですけども、これはあくまでもフィギュアのクオリティが高いからまだこのパーツが見れたんですよ。それでこの翔子の声優さんになるんですけども、セイントセイヤ内ではこちらの翔子だけになります。他のアニメだと有名なのがラブライブの小原麻里、この辺りを演じてくださっています。元気いっぱいの可愛い声が印象的ですよね。俺はかなり好きかな。それで次回の動画に、我が戦士アイス、デンマ、チーマ、この世の全て我が手の中に。